中国東方航空と上海航空の本社級、上海航空の本社上海航空は中華、人民共和国上海市に本社を置く航空会社である。正式名称は上海航空古文有限公司、略称は上皇。2010年、中国東方航空に買収され、同社の完全子会社となった。中国民港の流れを組まない航空会社で、 複数から出資された中国発の民間航空会社。企業理念は安全第一、顧客優先、高品質のサービス、優れた順応性。上海公共国際空港、上海歩道国際空港をハブ空港としている。優れた中国企業上位500社、顧客満足企業、全国の民用航空顧客満足度の有料品質賞、上海市品質金。 メダル賞企業などを受賞しており、7年連続上海市文明企業の呼び名を獲得している。上海航空のロゴマークは順調に翼を広げて自由に飛ぶことを象徴しており、上海航空の SAL という略称も鶴の翼と首の柔らかい曲線が S、頭が A、翼と尻尾が L として表されている。外形は上海の上という字を提示、 尾翼のデザインは、吉祥を呼び込むとされる白鶴が大空を舞う姿を表している。鶴をロゴマークにしたのは、会社が万事順調に成長し、絶えず前に向かって大胆に進むことを願っているためである。2007年よりスターアライアンスに加盟しており、2010年に親会社となった中国東方航空が2011年にスカイチームに加盟することが決定した。 2010年10月31日をもってスターアライアンスを脱退し、翌11月1日に中国東方航空としてスカイチームへの加盟予定であると公表され、2011年6月21日に北京で行われた式典で同社と共にスカイチームに加盟した。海外の支店を中国東方航空と統合するなど合併へ向けての準備が進められていたが、 2010年1月28日に統合が完了した。ANA とは2003年5月より乗り継ぎのサービスを2004年9月1日より ANA 運行の成田、関西歩道、羽田関西と上海国運行の上海歩道、関西、新鮮、甲州2007年9月29日より ANA 及び 上海航空運航の羽田公共でコードシェアを行うなど提携が行われていたが、上海航空のスターアライアンス脱退に伴い、脱退日の2010年10月31日をもって打ち切られた。国内50都市、国外14都市に就航2019年10月現在、上海航空の機材は以下の通りである。なお、同社が発注した。 ボーイング社製航空機のカスタマーコードは 6D で、航空機の形式名は737から 76D、737から 86D などと表記される。ありがとうございます。